豊橋競輪場は愛知県豊橋市にある競輪場。施設所有及び取材は豊橋市。競技実施はジャカ中日本地区本部中部支部。豊橋競輪場は1949年に開設された。なお2002年10月11日、豊橋市の早川勝る市長が当年度限りの競輪事業廃止を表明したが、後に廃止を撤回し、存続となっている。 記念競輪は、師匠の、ちぎりにちなんだ、ちぎり賞争奪戦が行われており、開催二日目のシード優秀競争は、愛知県豊橋市のマスコットキャラクターであるとよっきーに、ちなんで、とよっきー賞の名称で行われる。ただし2007年度の記念競輪では、そのとよっきー賞が、公設のため中止となった。なおここ数年は、 毎年記念競輪の開催月が移動されていたが2014年よりかつての開催月である8月に戻されている。過去には1997年1999年2005年にふるさとダービーが2011年に東西王座戦が2020年には初めての GI 競争となる全日本選抜競輪が開催された。また2015年には記念競輪とは別に 国際自転車トラック競技支援競輪が開催された。2012年11月26日から28日までの開催では午前9時に第一 r 発送とするモーニング競輪を実施している。実況は日本写真判定で担当は三浦浩二当期間のみ山本浩二も担当している。以前は中川健治も担当していた。開催運営は 東場のトータリゼータシステムを担当する日本トーターに委託されている。2009年8月、なおキャリーオーバーの対象外である、ジャリロトさんは、豊橋単独で発売される。開設時には333メートルバンクであったが、1967年度に400メートルバンクに改修され、現在に至っている。バンクの性質は、マッコーネル曲線であり、 333メートルバンク時代の名残でカントが若干きついものの基本的にはどんな客室の選手でも走りやすいくせのないバンク。イメージキャラクターはウサギをイメージしたリンリン。それにちなんでリンリンカップ争奪戦が開催されている。なお2005年からはマスコットキャラクターとしてマクル君シリーズが設定され、現在はそちらが全面に押し出されている。 また、それと同時に、競輪城西門付近を中心として、昭和30年代の駅舎や商店街をモデルとしたデザインに改築された。これにちなんで2011年の記念競輪二日目の優秀競争として、マクル君クカップが行われた。マクル君クカップはそれ以降の記念競輪でも優秀競争として行われている。豊橋駅前中央地下道や JR 東海、 名鉄、豊橋鉄道の電車中ずり広告では、2006年から昭和30から40年代に公開された、邦画、洋画のポスターをパロディ化した広告を掲示しており、2010年からは雑誌の広告パロディ、2015年からは日本の昔話やテレビ番組などのパロディも展開している。キャッチコピーは、夢がある、豊かせり劇場と、平成のよう昭和に生き抜く。 豊か教書房。なお過去の広告については公式ホームページで閲覧できる。一節4日完成開催となった2002年4月以降の歴代記念競輪優勝者を歴。ありがとうございます。